皆さんこんにちは、ヒューガです。今回は僕とセイナについてご報告があって動画を回しております。この度僕とセイナはお別れすることになりました。今まで僕たちのことを応援してくださった皆様にお別れすることになった経緯をしっかりと自分の口から説明させていただきたいと思います。僕たちは1年と数ヶ月お付き合いをしてきました。その中で僕がボディメイクという新たな挑戦を始めて、付き合った当初とは少しずつ環境が変わっていきました。僕自身その環境の変化の中でセイナには様々な負担をかけてしまい、ただセイナとは距離感だけが徐々に広がっているような感じがしていました。その時に2人でちゃんと話す時間を設けて、お互いに本当の気持ちを伝え合い、僕もその時セイナの気持ちを理解しました。そして少し時間を空けて7月頃またセイナと会ったタイミングでセイナの方からお別れしたいと伝えられました。本気で向き合いきれなかった自分の情けなさをその時改めて感じました。どこか改善できるところがあったはずなので、正直はじめは煮え切らない気持ちというのはあったんですけれども、二人でたくさん話して二人で決めたことなので、お互いに納得した上でのお別れです。セイナはいろんなところを頑張ってたり、僕に持ってないものを持ってたりと多くの姿があって、その姿を見て僕も頑張ろうと思わせてくれてて、たくさん支えてもらっていました。なのでセイナには今までにない経験をさせてもらって本当に尊敬と感謝の気持ちです。考えてることを言葉にできるタイプではないので、これからは YouTube だったり自分が決めた目標に対して行動で示せるように全力で頑張っていきたいなと思っています。これで最後になるんですけれども、今まで僕とセイナのことを応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。